こんにちは、今日は、地元の徳島ヴォルティスの試合を見に来ました。実は地元は地元なのに、生まれて初めてサッカーの試合を見に来ました。何はともあれ腹ごしらえ、ヴォルティス屋台村。はい、ここお友達の店です。トリプ、はい、いちごとブルーベリーとラズベリーです。あ、じゃあこれと、はい、あとブルーベリー3つと、はい、3つですね、はい、あ、何個買う？10個ぐらい買う、うん、はい、あとは、どれにする、はい、どれがいい？グレー買う、メープル、メープル、メープル2つ、メープル2つです、はい、はい、2つ、はい、で何個だろう、1、2、3、4、5、6、7、8、お、ブルーベリーでいいんじゃない、ブルーベリーじゃ2つで10個で、うん、はい、ありがとうございます、10個です。今日はありがとうございました。なんか間違ってチケット、なんかメインスタンドで買えるのチケットを取ったらこっち来れませんって言われて、で、チケット変えてもらってみたいな。あとソーセージを2つと、ソーセージ2つ。あとはカレーってありますか？カレーあります。カレー1つと、カレー1つ。メンチカツか、じゃあそれのスティックメンチカツを、はい、ジンジャーエール2つ、はい、はい、じゃあ、うん、じゃあ楽しみですね、はい、目的だったから来れなかったらどうしようと思って、固まったもんね、入れんって言われた時、なんでとか、とかよかった、ありがとうございます。じゃあちょっと撮ってみます。じゃじゃーん、スタジアム初めてです。まあ、なんか中学生の時とかには陸上大会で来たことあるんですけど、サッカーのスタジアムになっては初めてで、へえ、すげえ、こんなことになってたんですね。じゃあちょっと席の方に行きたいと思います。はい、お席到着しました。今日は、ルヴァンカップ徳島ヴォルティス対ヴィッセル神戸の試合です。夕日が出て午前中雨だったんですけど、ちょうど試合前に雨が上がって晴れ間出て最高ですね。暑くもなく、初めて観戦に来たんですけど、とても過ごしやすくて良かったです。はい、今日買ったものです。これはフランクソーセージ、ソーセ
ソーセージ、あと次がドイツソーセージ、はい、え、これがカツ、メンチカツ棒、メンチカツ棒、はい。で、ウサギ、うん、ウサギちゃんがいて、よいしょ。これが光ってる、カツレツ？ドイツのカツレツ。ドイツのカツレツでーす。フンドンブル。フンドンブル。美味しそう。うん。はい。で、次がカレー？カレーでしたっけ？店長一押しカレー。マジ？うん。カレーそこの。シラ。じゃーん。おお、美味しそう。すごい美味しそうじゃん。これは期待できます。はい、美味しそうです。はい。で、自家製ジンジャーエール。これは大好物です。お店でもいつも飲んでるやつです。これ最高に美味しいやつ。あ、なんか書いてるよ。あ、ダンケって書いてる。ありがとうございます。はい。早速いただきます。あ、うまい。いただきます。いただきます。うまっ、うん、うん、うまいね。いただきます。うまい。レンコン。そうだよ。
チャンスチャンス、いけいけいけ、惜しい、あ、もう一回チャンス、いいね、頑張れ頑張れ、早い、うわすごい、タイムだ、すごいね、すごい、決めれるんだからすごいよね、まああれはもうしゃあないよね、もう全員攻撃いってたからさ、よかったね、本当にね、うん、さあ、3882だっけぐらい入るとどれぐらいの混みようになるんだろう、出れなくはないっしょ、大丈夫だよ、もはや、もはやベーグルを買いに来るみたいな感じだ、あれはちょっと無理だよね、あれマジでビビったもんね、あそこの道、うんうん、チャリ圏内か、うん、そうだね、買い占め発生する、あ、ここだね、今日はお疲れ様でした。帰ります。